ゆかです今回はメタクエスト3を一足先にレビュー用に送っていただいております。先日メタ本社で行われたメタコネクトという発表会にも行ってきたんですけれどもその時にねデモとか色々やらせていただいてちょっと使ってみたことはあったんですが普段使う家の環境で試せるのをすごく楽しみにしておりました。ということでちょっと最初に スペックの簡単なおさらいです。メタクエスト3は2つのモデルがあって、1 2 8イトモデルと 512GB モデルがあるんですが、それぞれ74,800円と96,800円です。チップが新しくなっていて、スナップドラゴン XR Gen 2チップという新しいチップが入っていて、メタクエスト2の GPU に比べて2倍以上のグラフィックス性能になっています。で、今回の目玉がね、MR 性能でフルカラーパススルーになったので、MR でヘッドセットを装着した時から、 物理世界が見えてその上に UI が表示されるような感じになってます。実際の自分の部屋の中にバーチャルなものが現れたりします。また後でちょっとゲームを試してみますね。クエスト2と比べて40%スリム化しています。実は重さはね、変わっていないというか少し重くなっているんですが、薄くなったことで結構なんかバランス感が良くなった感じがします。クエスト2と比較して解像度が30%アップして、10倍以上の画素数のディスプレイになりました。 センサーは2つの4メガピクセルの RGB カラーカメラがついていて、振動センサーもついています。レンズと目の距離を調整することで、メガネをかけていてもよりフィットしやすくなりました。そしてコントローラーも新しくなったデザインで、タッチプラスコントローラーになってます。クエスト2の時にあったトラッキングリングが廃止されました。 コントローラーなしでジェスチャーで使うハンドトラッキングも使えます。別売りアクセサリーにはエリートストラップやシリコン接眼部などを別売りで買うことができます。エレメンタルブルーとブラッドオレンジの2色展開のカラーの接眼部とストラップもあります。来年から空間を認識するインタラクティブなバーチャルオブジェクト、オーグメントもローンチされます。例えばバーチャルなトロフィーを物理的な棚の上に置いたり、 実際にある物理的な壁のところに画像とか動画を飾ったり、そんなことができちゃいます。ということで早速ゲームをやってみました。MR のゲームの First Encounters というものをやってみたんですが、まず最初に自分の部屋をスキャンして、その後家具などの位置も設定します。ライダーのように精密にスキャンする必要がなくて、スキャンもあっという間に終わりました。 それでは早速 MR ゲームをやってみましょうよいしょおっ来たおーすごいえお惑星が見えるトリガーボタンおえすごいえ面白ここは見えない

いっぱいいる,いっぱいいる怖い怖い怖いえうん？すごいうわめっちゃ来ためっちゃ来ためっちゃ来たえすごくないこのさオクリュージョンうわすごい机の下からあピノも横にいるようわわわあこれ穴開いてんだ私のあすごい向こう側も打てるこれいつまで続くの <laughs> うわ 棚の後ろに隠れられらるんだすごくないふわほわ見て椅子の後ろとかに隠れられてんだけどすごいすごいすごいいやもう家めちゃめちゃ破壊されてんだけどおお。すごっ <laughs> 帰ってくるわけわあバイバイえ MR めっちゃすご。わ変な感じ。<laughs> すごいね。クエスト3のヘッドセットの側面をダブルタップするだけで完全に没入した VR と物理的な実際の世界にシームレスに行き来することができます。これがあることで今までちょっと嫌だったのが今の状況を実際に確認しなきゃいけない時にこのクエストの鼻のところの間から 実際に現実世界を確認するとか、なんか携帯をね、隙間からちょっとチェックしてやるみたいなこととかよくやってましたけど、VR 用語だとそれを社会の窓っていうらしいんですけど、あの、そういったことをする必要がなくて、MR モードというか、パススルーでも、まあ、さす、あの、すごく近づけたりするとちょっと歪んだりとかしちゃうんだけど、ある程度のことだったら、こう、 パズス,スルーで携帯の操作もできるので、まあ結構便利かなと思います。ということでまとめとしましては、まずファーストインプレッションで MR やっぱすごいってなりました。まずね、部屋のスキャンがすごく早いし、オクルージョンも完璧じゃないけど結構よくできてました。オクルージョンは実際の物理的なものの裏にバーチャルなものが隠れることを言うんですけど、例えば物理的なテーブルの下に バーチャルのエイリアンが隠れている時に、そのテーブルがあることを認識して、下にあるエイリアンを隠さなきゃいけないじゃないですか。で、例えば半分隠れてたら半分隠れて半分見えてる状態に見せるっていうことをしなきゃいけないので、そういったことがリアルタイムで、で、自分も動き回ってるのに結構ちゃんとできてて、それによってすごくこうゲームが楽しくなるし、MR すごい <laughs> っていう風になりました。で、実際にそのヘッドセットじゃなくて、 例えば iPhone の画面を通してこうやってそういうクオクルージョンを見ることはあるんですけどヘッドセットで見てるとそういうなんか没入感がすごく高まるのでなんか本当の MR 体験初めてなんじゃないかなと思ってしまいました Quest3 は今日発売になりますが今この時点だとちょっと MR の ゲームが若干少ないかなと思いました。というのも、年末にかけていろいろ新しいタイトルが出たりとか、既存のゲームの MR 対応のアップデートが出てくるみたいなので、デモで私が実際にやってみた b ム m っていうマルチプレイヤーのスマブラみたいなあの MR でできるゲームがあったんですけど、そのタイトルとか、えっ、ー、と、ストレンジャーシングスとか、ゴーストバスターズもそうかな、クエスト3の CM に載ってるようなタイトルがまだ この瞬間できないので、そういうちょっと大きめのタイトルがね、今できないのはちょっと残念でしたけど、また年末にかけて楽しみにしていたいと思います。空間オーディオにも対応しているので、VR でも MR でも空間の中から実際音が聞こえるような 感じ右から何か来てたら右から音が聞こえるみたいな感じになってるので、それもすごく良かったです。クエスト2よりもスピーカー性能がアップしていて、最大音量も大きくなっているので、爆音で聞きたい方はもっと爆音で聞くことができます。だけど、サイドに 3.5mm ヘッドホンジャックもついているので、ここからヘッドホンを挿して使うこともできます。で、ついでに言うと、このね、片方に 3.5mm ヘッドホンジャックで、もう一 片方が USB-C のポートでここで充電したりとかできるんですけど、ここが多分これわざとだと思うんですけど、めっちゃオキュラスの形になってるんですよね。これがちょっと遊び心あっていいなと思いました。<laughs> あとは新しいコントローラーなんですが、ハプティックがめっちゃ良くなってて、 選択したりとか何かしている時のこのハプティックフィードバックがめちゃめちゃ反応いいというかスナッピーな感じなのでそれはすごく良かったんですけど私はねちょっとこのクエスト2のコントローラーのこのリングこれって実はトラッキングだけじゃなくてスタンドとしてみんな使ってませんこうやって置いてたと思うんですけどこれがねできなくなっちゃったからちょっとなんか気まずいっていうか <laughs> どうやって置いたらいいのみたいなこうコ,ロコロコロしちゃう感じ だっっったたののでななんかかリングあってもよかったのになぁと思いましたまあ一応ちょっとコンパクトになるからしまいやすかったりするかもしれないですけどそんな感じです。メタコネクトのねキーノートの中でも結構ねザッカーバーグさんもボズさんもビジョンプロをちょっと意識してるぜみたいな感じのコメントをいろいろおっしゃっててそれもちょっと面白かったんですけどビジョンプロは 私、あの、実物は見たことあるんですけど、被ったことないんですね。なので、このクオリティはまだ比べられないんですけど、来年の初旬にアメリカのみで3500ドルで発売されるんですね。私は どうにかして買いたいと思ってるんですけど、えっと、すごく多分数が限られるし、結構買うのも難しいと思うんですけど、クエスト3はビジョンプロの7分の1の価格なんですよ。で、7分の1の価格で7倍の差があるのかどうか、これはすごく気になるポイントですよね。クエスト3がどれだけ一般的に売れるかわかんないですけど、ビジョンプロってもうめっちゃみんな持ってますみたいな感じにはすぐにはならないと思うので、クエスト3が 結構いろんな人が持ってる状態になってみんなでなんか家に集まった時にみんな自分のクエスト3持ってきて一緒にマルチプレイヤーゲームできるみたいな感じになると使い道として被ってる部分もあるんだろうけどなんかそのみんなが持ってる状態になると またもっと楽しいっていうことが起こると思うので、そういった意味でもクエスト3の価格帯とクオリティのバランス感がすごく魅力的だなと思います。ということで皆さんはクエスト3どう思いますかもし他に気になることがあればぜひコメントで教えてください。もしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。